ないし。あ、ちょっと恥ずかしい。ちょっとやっぱり。あの最後の語尾は何ですか。え、なんか言いましたっけ。あのどこ出身でしたっけ。私秋田です。全然違う。死んでも京都弁だった。あ、そうでした。すみません。で、ということで今回のゲストはこのお二人です。はい、どうも、よろしくお願いします。で、ルルちゃんは今回で2回目。2回目で、キシシャンが、キシシャンは人間としてスペックが半分なんですよ。ちょっと頭が本当に大きいよね。ちょっとダメなんですけど、それでパチンコ打ってダメですね。ダメでしょ。ダメ、頑張りますよ。だからそのためだけに頑張ってるんで。そうやね。そうそう。で、七さんが今回3回目で、結構もう準レギュラーぐらい。いや、もう狙ってますよ。もうバーターバーターで来てるんで、僕人生細く長く。そのうち細く七ポコポコ大作戦みたいな。え、何作戦？いや、そこも細く長く。そうですね。はい。できれば僕もね、七って名前をちょっとつけてもらいたいなと。え、つけないです。つけないです。面白いですけどね。はい、3回やっても全部負けちゃってるだけないから。そうなんですよ。レンちゃんもだよね。前回も中華料理ね、目の前にそう見たんですけど、ターンテーブルちゃんとある。マジで回しただけで終わったよね。もうジローって見て、匂い嗅いで、で、もう帰ると言われて。そうなんです。だからもうこういうふうに話してるだけあって、お二人はもうこの番組のルールはもう完璧ということで。はいはい、OK ですか。簡単に言うと、ポコミさんの胃袋を満たせば。そうです。そうですね、本当にそうなんです。そうなんです。まず3人でパチンコを打ちまして、キラッサ玉にすればご褒美ゲットということなんですよ。で、2人とも食べれないって言ったのは、もう少しでもマイナスだとご褒美がもらえない、はい、ということなんで、2人ともだからまだクラスードになってないないですね。あの、でもここのところどうなんですか、調子は。それがですね、はい、今調子が良くて、おお2連勝中でございます。これ見てると3連勝してご褒美もらいたいですね。今もう本当結構グイグイ来てるんですよ。調子いいですよ。ポコみたいな。本当にいい感じに来てるんで、ぜひとも。すごいね。そう、だからもう波に乗りたいところなんですよ。はい、ですよ。で、聞くところによると、はい、現在あの私たち今日ですね、はい、わらびに、はいはい、いるんですが、もうわらびにある懐石料理らしいよ。すごいよ。結構いい感じの本当にところらしい。自分の金じゃいけないような。いけないような。お昼ですし、お昼から。もう絶対絶対。やばいよ。でも本当に、ね、このね、番組のご褒美は本当にいいんですよ。ね、すごい。つけないみたいな。そうなんですよ。だからもう今回こそは2人にもね、ぜひ食べてほしいんで、頑張りましょう。はい、というわけでね、実践行きたいと思います。頑張るぞ。今回こういう回になるんで、気をつけてください。皆さんちょっと諦めずに視聴してもらいたいですよね。そうですね。いや、諦めて視聴してもらいたいですね。あ、なるほど。それではお待ちかね、ポコポコ大作戦スタート。今回3人がお邪魔したのは、埼玉県蕨市にあるバラッツォわらび店。こちらのホールにはパチンコ684台、スロット316台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。さあ、どうしましょうか。何をします。2連勝してるんでしょ。そうなんです。そのパターン、勝ちパターンってどんな感じなの。とりあえず誰かマックス打ってますね。あー、マックスやっぱ当てて、やっぱりマックスでバーッと出して、あー、やっぱそうなるんだ。でも皆さんの投資分をマックスでまくる、まくってたりとか。じゃあ乗っかって俺もなんかマックスから探そうかな。あ、じゃあ私もちょっと気になるのがあるので。はい、マジ。何企画がある。例えばまあ信頼のね、まあゴッドであったり。そうですね、今ね、収録してる今日はまだゴッド寝台ですから ね。あ、すごい。ゴッドこのあたりもいいんじゃないかなと。早くしないと埋まっちゃいますね。あ、そうだね。チェックして。え、じゃあ俺ゴッド寝台行っちゃいます。いやいや、ちょっと待って、ちょっと他のもじっくり。あ、行っちゃう。あ、でも明日のジョーとか行っちゃうと結構なもんなんで。ね、ジョーもいいかなって。右打ちすごいですよね。すごい全部16らしい。いや、じゃあどうしようかな。僕はちょっと朝一角辺のある台からちょっとね、順繰り回って北斗に朝一角辺はない。ルパンはまあやっぱなかなかね、ないですけどね。ない。うん、まああと
最新のリングですかね。これもまあ4回に3回ぐらいは一応 ST に入る可能性が、ね、あるっていうね感じなんですが、まあ上にしようかな。ちょっといろいろ見てもらったんですけど、いやもう餃子が気になってあのじゃあちょっとだけ宝くじ的な感覚でちょっとだけやります。ちょっとだけダメだったらやめますけど、とりあえず僕はもうドマックスのドマックス、一発で約7000発が当たればほぼ確約されてる台、メガ盛りで餃子のメガ盛りでいきたいと思います。はい、それではお二人準備よろしいでしょうか。 OK、 はい、OK です。ですか、はい、ということでじゃあ始めちゃいましょう。あの僕今回もちょっとですね、あのアナログチックな台なんで、あの会話の途中にハーハーして全然違うことを言い出すんで注意してください。あの主事さん結構そうですよね、うん、いきなりあとこう喘ぎ声が聞こえたりするんで。あ、そう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 、あのルールちゃんからはね、俺が当たってるか当たってないか見えるけど、はい、そんな近いですか2人。あ、近い近い、近いです。私からね、2人遠いから、もうね、島も全然違うし、全然違うから逆にね、こうマイクとかあのイヤホンがね、ちょっと聞こえづらいかもしれない。あー、まあそういう時はなんか、ね、そういう時はちょっとフォローし合いましょう。そうですね、はい。あれ、ポコミさん、結局明日のジョーにしたんですか。明日のジョーにしてるよ。で、キセさんが王将ですか。王将で、ルルちゃんが海ブラックライトです。あ、いい感じに、みんな個性的な。そうだね。魚群、え、ほんと、おおおお、魚群、魚群、頑張れ頑張れ、当たって当たって。え、天杯力は8。やったー、当たりました。え、早っ。おおおお、え、待って、今昇格したの。昇格した9になった。音で、え、待って待って、あるぞ、16あるぞ、16。音で通じてる。ちょっとルルちゃん16あるぞ。やつラッキー。え、嘘。カニですか。もう音で通じてるのがね、面白かった。もうね、全部音でわかる、ね、意味シンプルですからね。音も特徴的だもんね。今もうラウンド中です。いや、え、俺ちょっとそのルルちゃんが当たった瞬間に、はい、あ、聞こえなかったんだけど、ちゃんと言った、あの例のフレーズ、当たるる、当たるるって言った。あ、言ってなかった。バカ野郎。あのね、始まる前に当たるとき、これからなんかゴミにルルつけるんですとか言ってたの。言ってた、しかも、ね、ハマルルとかも言ってた。そう、それはやめてね。開始から5分足らずで当たったのに言わないってダメでしょ。とりあえずルルちゃん16、5回目標でお願いします。え、引きすぎですよそれ。割と引きすぎですよ。いや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 、そんぐらいの気持ちを持ってね。まあでもあと1回はね、引きたいですよね。だよね、この ST で。あの昇格した時の音がね、またいいからね。あ、わかります。あのクジラッキー揃った時の、あ、ね、お、あ、ブラックパールゾーンで、あ、前半で撤廃すればね、りました、大当たりだもん ね、 ね、いいよね、この10回転は。そうそう、最高ですね、やっぱりいいですよ、うん、シンプルが一番ですよ。そうだね、本当に今、昇格、お、お願いします。あ、クジラッキー。やった。あ、この音はクジラッキーだね。ブラッククジラッキーだね。そうだね。うわー、おめでとう。ブラッククジラッキーに昇格しました。やったー。で、結局またルルの語尾につけてないっていうね。当たるルルでした。おせよ。でしたって。過去形になっちゃった。過去形。あ、スペシャルルートいった。頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、行く、あ、あ、遅い遅い、ダメだ、行く行く、行かない行かない行かない。ハトリさん、はい、ハトリさんでちょっと。あのね、これシャープ1話目で普通にそれ使われてたからね。しかもごめんなさい、おめえ2回も間違えたからね。ごめんなさい、すみません。いやいやいや、ほんと私もそのうち間違えそう。やめてやめて、危ない、やめて。あれ、シュさん行っちゃいました。てか、なんかさっきから行っちゃう行っちゃうしか聞こえないから、コンテのタイプはもうね、なんかもう何の番組かも。いやいやいや、ちゃんと言ってくださいね、行くときは。いや、行くよ、任してよ。いきなり行かないでください。ね、女性側からしてもそれはつまんないからね。ああ、もう行っちゃったのはつまんないから、ね、ダメですね、そこは。今も笑
ょルルちゃんそうだよね、あの一回壺に入ると止まんないよね。確かにね、そうだ、もうずっと笑っちゃうんでもう海物語どころじゃないみたいな。いやいやいや、そっちが大事だからはい、ね、頑張ります。そうだよ、あ、リーチ、あ、今調子いい、あ、漁具、あ、漁具来た、え、漁具来た、漁具来ました、漁具外したらもうやばいからね、一回の ST で、えい、あった、いや、いい、いや、いい音した、ナイスボタン、ナイスタイミングからのキャラヌ、おやー、あ、エビになりました、エビ、エビちゃん、エビちゃん、エビちゃんになった、8ラウンドです、いいね、8ラウンドでもでかいからね、そうなんです、4ラウンドよりね、やっぱりね、8ラウンドはでかいので、ね、あー、そんなルルちゃんを横目に私5000円で1回手も回しておりません。お、ちょっと早いですね、マジっすか、そう、デジタルを回す恩恵、恩恵というか、まあパチンコの当たり前のことができてないっていうね、これちょっとやばいんじゃないかな、これやばいです ね、ちょっと入り口にすら立ってないみたいな感じですよね今、うん、ちょっとこれごめんなさい、俺やめますわ、このままいたら多分俺足引っ張るっていうか引きずり回すことになるから、みんなを引きずります、ちょっとこれごめんなさい、ちょっとこれはもうちょっとやめちゃいます、いや1回転をさせたかったのよ、そうですよね、け、1回転頑張ります、いや、任せます、任せます、いや俺頑張れない、5000円で0回転は頑張れない、ちょっときついですね、きつい、ポコミちゃん姿勢いいよね、打ってる時いつも思うけど、あ、来てる、あ、うん、いやもうやめてちょっと移動してるんですけど、それ結構ずいまーな、やばいですよね、これちょっとやめた方がどうしようかなって、いや今ルルちゃん調子いいし、ちょっと様子見てもいいんじゃない、他で、うん、そうですよね、うん、これちょっと打てないです ね、お腹減ってるでしょ、減ってますでしょ、ここはちょっとこれ厳しいですね、私も4500円使って50回も回ってないんで、このまんまだともう死ぬしかないんであともうラッキーですね、ラッキーを願うしかないので、ラッキーを願ってるのはダメだと思うんですよ、なので移動するしかないですね、これはね、じゃあ俺眉打つわ、ちょっと、あ、アマデジ結構死亡フラグって言ってませんでしたっけ、けどこれあのアマデジじゃないから、まゆゆはアマデジじゃない、そうアマデジのスペックなんだけど中身はアマデジじゃないっていう、アマデジからず、あー、そっか、ライトみたいな感じですよね、そう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 、どっちかっていうと、そうだから全然5000発とか1発出るしね、あー、どう、あー、あー、パチバガの、いいね、すいません、パチマガのマリンちゃんって誰ですか、すごい、ここも全部、いやもう今横にいるアナログランド、あ、えい、まあ、横に、あ、横にいらっしゃる、横にいる、いやすごいマリンちゃん、すごいすごい、あの、ポコミさん、すごい、ポコミさん、いいね、ポコミさん聞こえてないかな、ポコミさん聞こえてないかもしれないです、あ、わかりました、あ、聞こえてなかった、私言ってたことも全然イヤホン外してたみたいです今、じゃあ私も青海打ちたいと思います、わあ、いい感じに回る、あ、あの俺 AKB のまゆゆバージョンに移動したんだけど、うわ、めっちゃいい感じで回る、まだ500円だけど、いや500円だけいい時本当よくありますよね、あるけど、あ、何なんですかね、ちょっと待って待って、ちょっとなんか悪いなんかこと言わないでよ、あれ本当にそうだ、ね、ここ数日段階もあって、あのやっぱ上村下村あって、うそういう時はやっぱ回すけど、下村からの時って回さないからってことなんだろうね、あ、お、お、そっかそっかそっか、お、連続です3回目、あ、熱い熱い、いいよ、あ、変わんないけど、しのすけさんが AV 男優みたいないいよってバカ野郎今日どうしたみたいな、あ、7点熱い、あ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 るよ、え、ごめん、あるよあるよ、ある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 、行くよこれ、行くよこれ、本当に喜び、いっちゃん、行くよ、発見、いっちゃん、今まゆゆにいます、サプライズ48ローズフラッシュ、しかも7点敗、バラの儀式、7点敗やばい、ね、はいはいはい、ユナの儀式はいはい、お、超絶カットイン、
聞こえた？超絶カットイン。聞こえなかったです。聞こえない。あ、本当に俺がうるせえからだ。ちなみに私オービーブラックのライトに移動しました。トゥルちゃんと近い。一緒に頑張りましょう。頑張ろう。ちょっと待って、俺も今当てるからその中に加えてね。頑張ってください。いくよ。7点牌の儀式が当たった。当たりました。ミュージックラッシュ。あ、歌聞こえた聞こえた。おめでとうございます。ミュージックラッシュ入った。あ、そっか、7点だから。そう、すごい。移動500円。あ、それで餃子の王将の分戻せそうですね。戻せる戻せる。しかも回転率良さげ。いける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 ぞ。おい、びっくりした。え、何今上です、多分上。あ、びっくりした。変な音しますよね、上ね。当たるとね、まあ、祝福音が嬉しいね。今ポコミちゃんブラックに打ってたんでしょ。そうです。そして私は ST 抜けました。あ、抜けた、抜けたか。まあでも何玉？いやもう十分だよ。今4458玉です。いやいや、ライトで十分だよ。十分。まあ、投資が500円なので。そうだよね。大幅プラスです。ナイスナイス。いいいいですね。この番組らしい曲が今流れてますよ。ハングリーライオンが今。あ、私ハングリーライオン一番好きです。肉食な感じが。ラブラドールじゃないんですね。いや、ラブラドールは犬だけだね。いや、でもこの番組らしいお腹空かせたねっていう歌詞もあるから。そうですよ。あ、それはさすがだわ。どんだけ飢えてんだって話だけどね。あ、毎日最近あの朝起きたらお腹空きすぎて気持ち悪いですよ。あ、聞こえた。はい、入りました。ビービーフラッシュしてない。ならない。 SK。 あ、今いい音聞こえたけど、これ上の音だった。まあまあまあ、まだねあるから。まだね、まだね、わかんないですね。さあ、ミュージックラッシュね、入れたのにこれで終わらせるっていうのは非常にまずい。すみません、基本的なことなんですが、継続率約何パーセントですか？これ66だと思った。あ、あ、やばい。え、緑青。ああ、何ですか、スロットですか？スロット。ああ、やばい、ダメだこれ。ああ、復活復活復活。ここ、あー、ゴール。コールボードついて聞こえた。声激しいです。ミュージックラッシュ単発66%スルーツの痛いはごめん。いやー、まあでも66ですからね。ね、とりあえずまあ先発弱ぐらいはだったんで、まあだいぶ取り戻したかな。そうですね、王将の分が。ね、そうそうそう。そうですね。うん。じゃ、引き続き回転率も良さげなんで頑張ります。お、で、さっき。多分ポコちゃんがイヤホン外してるときに、はい、まあ、ちょっと会話してたんだけど、はい、ちょっと1個クイズ出していい？ポコちゃんに。あ、何でしょう。さあ、ポコミさん問題です。パチマガのマリンちゃんといえば誰でしょう？それ、わかんない。わかんないけど、さっき、うん、ルルちゃんにずっとパチマガのマリンちゃんって言われてて。あ、聞こえ、あ、聞こえてたんだ。違う違う、聞こえてないんですけど、うん、さっきルルちゃんのとこに遊びに行ったら、うん、パチマガのマリンちゃんだって言われて何言ってんだろうこの子と思って。いや、そう思われてるけど、なんでなの、ルルちゃん。あ、ルルちゃんが言うてる。私が、はい、発案したんですけど。え、なんでなんで。私、あんなこう、あれだよ、おっぱい、何カップなの。はい。みんな気になる。見た目とかじゃなくて、ああいうなんか、多分、マリンちゃんって多分、ドスケベだと思うんですよ。そう、まあ、マリンちゃん、ドスケベ説、落ちますね。いや、多分誘われたら多分誰とでもっていうタイプな気がするんですよね。仕事来なくなるぞ。山陽さんに怒られちゃう。私はそういうタイプじゃないんで。あ、なるほど、ね、なるほど。そういう意味では違うからっていう。すげえな、すげえ、ね、パチンコキャラをけなしてのし上がったな今。ごめんなさい、山陽さんに申し訳ないんですけど。マリンちゃん確かにすぐやらせてくれそうっていう。はっきり言うなお前。それは分かるんですけど。分かるのか。やっぱりなんかアイドル的存在じゃないですか。なんかね、こうちょっとね、腹の中ではね、なんかもうすごいこと、すごいことになったそうな。そうみたいな。なんか、はい、あ、リーチ外れた時もごめんって言いながら、ごめん言いながら、もう私にはこの指差しのこれが、もうブランクで当てるからねみたいに見えるんですよ。ブランクで止めるからっていう。はい、当てるよみたいな。なるほどね。絶対当てないからざまあみたいな感じ。被害妄想の塊だな俺。大丈夫、そんな子が海打ってて。いや、ポコミさん海大好きな
んですけど、ルーパンは好き。マリンちゃんはそんなに好きじゃないです。マリンちゃんよりはマリンの方が好きですね。まあ、女の子でいいですよね。あ、なるほどね。で、まあ、全然クイズの回答になってないんですけど、え、なんでマリンちゃんっていうのは、いや、やっぱなんかバチマガと言ったらポコミさんみたいな、海物語と言ったらマリンちゃんみたいな、そういう感じ。いやいやいや、全然そうだ、そんなことないです。 OK ですか、しのすけさん、今ので。ルーちゃんすごい私をね、あげてくれる。あげまんでしょ、あげまん、あげまんって意味違くない？お前ら何したんだよ。あげあげですよ、もう。あ、何何、今アンコールタイム中48までいくから、ローズ8フラッシュ来る、来ましたね。ね、あと激アツ演出大体大当たりしますかね。激アツよ、そうよ。よし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 、チームサプライズカットイン。あららちーろーい、当たった。あ、当たった、当たった、おめでとうございます。いいですね、すごい早い。早いの俺、すぐなの。すぐですか？可愛い子だともうすぐ行っちゃう俺。可愛い子いっぱいいますからね。いっぱいいっぱいいる、いっぱいいる。じゃあここでルさんでも早く行けますか？行けるよ、あたバカや、何をするんだ。だってポコミさん、よかったですね。危ない、ルちゃん危ないんだよ、はい、本当よかったですねって何。あの子危ないんだよ、本当に。危ない子だわ、ね、もうモザイクかかっちゃう。結構危ない子なんでね。危ない子、危ない危ない、本当にデンジャー、一番危険なタイプかなと。確かに確かに、ね、何をするか分かんないよね。いや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 、緑いいよ、緑からの緑でいい、緑からの緑ゲームにしよう、ここは緑以上。よし、これならいける、頑張って。いけるいける、緑は結構俺の中で期待度が高い。まあこの数、あ、少ねえよ、ばっか少ねえよ。あ、少ない少ない少ない、え、こんなことある？ 18 分の3とかある？うわ、厳しいっすね。ね、ドイヒーよ。うーわ、これはドイヒーわ。いやー、まあ、とりあえずこれでほぼ取り戻したようなもんだから。でも当たり早いですもんね。ね、うん、大丈夫大丈夫、可愛い子だったら俺すぐ行けるから大丈夫。ポコミちゃんでも行けるから大丈夫。なんでそれ笑いながら言ってるんですか？私は、私は、いや、ルーちゃんいけるよ。大丈夫ですか？よかった、よかったじゃねえわ。何喜びしてんだよ。だ、危ないんだ、本当ルルちゃんは。危ないな。じゃあ、シュさんとルルちゃんのコンビが危ないんで、私もいるともっと危ないんですよ。そう、コンビが優しくて、そうだね、優しくて便乗してくれちゃうから大変なことになるんですよ。一応止めはするけど、全然もうノリが良くて、一応 ね、嫌がったりはしないから。そう、受け入れちゃうから。確かにね、やばいよ、もうやばいよ、この本当に。だ、今回こういう回になるんで気をつけてください皆さん、ね、ちょっと諦めずに視聴してもらいたいですよね。そうですね、いや、諦めて視聴してもらいたいですね。あ、なるほど。あ、逆です ね、 ね、開き直ってしょうがねえなみたいな、ね、そこがルルちゃんのいいとこでもあり悪いとこでもあるからね。悪いとこでもあり。どっちもある。そう、表裏一体だからね。頑張っていこう、頑張っていきましょう。絞れたキャラ同士、はい。え、私絞れたキャラじゃないですよ。何のことやらみたいな。いやいや、ポコちゃんどうよ。いや、完全にシモですね。本当ですか？初耳ですわ。嘘。よう言うわ。海キャラですよ。あ、海キャラ、海のシモだね。海の塩。塩だね。海のシモってなんだよ。多分海物語って結構霜からかけ離れてると思うんですよ。そうだね、霜要素ないじゃないですか、うん、それで霜とか結構厳しいですね。いや、でもそうしたのは自分、そうさせたのは自分だからね。でもルルちゃんってほら見た目とかさ、普通に喋ってる分にはそういう風に見えないから、うん、そうだね、なんかそういう風に思ってる視聴者の方は多分でも多いと思う、うん、いや、もう本当ドスケベですいません。もう本当ドスケベだもんね。ね、いいよいいよ、言ってこ。やっぱりね、視聴者の方に怒られちゃうの で、 そうですよ、ちょっと普通の方向にね。お、いいね、仕切り、うん、珍しく、うん、まあとりあえず俺はちょっと今アンコールタイム終わって回転率もちょっとどうかな、やっぱ500円ですげえ回ったんだけどちょっと落ちてきたかなっていうところはあるね、やっぱり。やばい、でも私も1万円使っちゃいました。いやいや、まあまあ200分の1だしね。
16いけるように頑張ります。最近言うても200分の1怖いなって思い出してきて、結構1000とかいけますよね。200分の1でもいくいく全然いく。1日打ってると結構ハマるなって。いやだ、私アマデジでとかも結構怖いもん。あ、本当ですか。うん、5倍とか行くときやっぱり回る台を追っちゃうと、そういうことはね。アマデジで5倍行くと勝てる気しないの。仕方ないとはいえ、ちょっと、ちょっと厳しいね。少ない投資で当てたいのに、やっぱライトで1000とか行っちゃうと、ね、やっぱ一発目のさ、現金投資してるときにハマると、そうそうそう、痛い。ね、まだ持ち玉でハマるんならいいんだけどさ、取り返しつかなくなっちゃうからね。その分取り返すって結構大変ですもんね。それつらいんだよな。もっと打ちたいな。私も打ちたいです、ね、やっぱりスロット好きなお二人はやっぱり気になります。なるね、やっぱここで前にゴッド出したんだけど、出しましたね。そう、あれゴッドらしくなかったわけよ。あ、そうなんですか、うん、けど今回は見てる限りすごい、すごいパチスロそのままですよね。そう、見てる限り。そう、あ、パチスロの AT 中がなんか大当たり中、ST 中、そうそう、通常時もそれを匂わせるようなどっちもそうしてるから、すごい気になるね。そうなんだよ、全然飽きないないですからね。そう、全然飽きないよね。結構立ち見とかもいた、うん、今喋ってる、喋ってない。いや、なんか音ちょっとちっちゃくて。なるほどね。あ、でもしのすけさん聞こえます。私、マリンちゃんが聞こえない。マリンちゃんマリンちゃんじゃないよ。若干嫌がってんじゃん、ポコミちゃん。本当に嫌がってますね。いや、別に本気じゃないけど。マリンちゃんではないからね。ポリンちゃんにしてあげる。ポリンちゃん嫌です。ポリンちゃ ん, ちゃん、あ、異形軍出た。おいおいおい、久々のこのね、頑張れ。いや、頑張れ。やばいよですが、あー、通り過ぎた。通り過ぎたんかい。今、うわ、当たったと思ったら通り過ぎた。いや、ちょっと体感なんですけど、やっぱおきゅうみよりは大見て魚群がちょっと弱いかなっていうイメージがあって、ほう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 、っていうかあれでしょ、大見はそのトリプルラインに行くのが大当たりの占有率的にあるから、何でも当たっちゃうっていうのあるから、ノーマルでも結構、まあ、当たるし、大見ブラックは分かんないけど、スペシャルだと結構3割ぐらいノーマル当たったりするし、まあ、ブラックもそうなんですよ。いろんな当たり方があるから魚群ちょっと、なるほどね、うん、弱いなっていう、そういうのはあるね。何でも期待できちゃうっていうのはね、まあ、逆にいいことなんですけどね、え、トリプルリーチ外れたことあります？私まだないんですよ。え、1回ぐらいしかないかな。え、それは大見3から、そのミドルから、大見3から。これ超外れるよ。マジで、うん、なんならスペシャル魚群タイム中に押してクラゲ出てきたもん。ふざけんなよみたいな。あれはそうですよね、うん、普通に、まあ、スーパー魚群になっちゃうからなんだけど、あと準備中もやっぱスペシャル魚群に魚群出さないようにしてるから、ね、絶対にクラゲか、あ、泡かな、クラゲかになるしね。え、あそこからトリプルリーチ行くことあるんですか？あ、準備中にもあるよ。見たことない。準備中大体なんか変なので当たる。そうそう、あの黒潮っぽいような、そうそうそう、潮みたいなやつ、うん、見たことない。まあ今のは流そう、うん、なんだよ。ということで今回はここまで。ルルの連チャンのおかげでまずまずのスタートを切った3人、今回も勝って3連勝と懐石料理を手に入れることはできるのか。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。